えー、こんにゃは龍りですこんにゃははまねき猫ですというわけでこの番組は、えー、霊感占い師でアニマルコミュニケーターでスピワーカーでアーティストのまねきねこさんとい,いいよなんでもなんですかなんでそんな並べんのまねきねこさんがこれも入れてとかって言ってきてから雪だるまして,にくなって霊感占い師はサブいらないよも そうなんですか。なんか一番それがわかりやすくていいと思うんですけどね。それはちょっと死守したいなと私は思ってるんですけど。あ、そう。あ、そこは。それだけでいいじゃん。劣化占い師の。うん。一番いらないと思うけどね。そうですかね。まあ、そのキき猫さんと。映像クリエイターの私、龍拳が。人類の文化、歴史、芸術について、独特の視点で語り合う番組です。え、本日もツイキャスで生配信にて収録しております。 で YouTube でご覧になっている方は高評価ボタン、チャンネル登録していただけたら大変嬉しく思います。うん、本日もですね、皆さんのメールや生放送での書き込みを中心にお送りしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、うん、あのシャーリーさんがいろいろコロナ関係のメールを送ってきているので、うん、ま前半はシャーリーさんのメールでコロナ関係の特集、うん、ということですね。うん まあ、メールっていうよりも情報提供みたいな感じで、うん、ツイッターやら YouTube やらのリンクを送ってくれたんで、まあうん、一つ一つマネキネコさんとと検証していいいきたいと思います、うん、で早速いいですかね、うんえー、シャーリーさんからのメールで、うん、これはですね「スピワーカーのコーナー」とって勝手にコーナー作られてますけど「<の>えー、おなじみインドの預言者アナンドク、うん、景気回復は来年5月だそうです」っていうメールです。えー アナンド君覚えてます？うん、前にちょっと話題に出ましたけど、うん、インドのあの先生術の子供子供なんですけど先生術で、うん、あのコロナのことを見事に予言したということで話題になった人ですね。<ー>でコロナがほらいつあのピークに達するとか、うん、あと変異株がいつ出てくるとか、うん、そういうのはあの結構割とちょと若干時期はずれたりはすることもあるんですけど、大体当たってるっていう。うん そのあのスピワーカーのスピワーカーじゃないや、あのインドの予言者のアナンド君が、うん、新しくなんか予言出したということで、うん、シャーリーさんが教えてくれたんですよ。うん、それによると、うん、えっとね6月28日から、うん、木星がヤギ座に徐々に接近し、うん、9月にはヤギ座に完全に移動するため。うん 9月から10月にかけて、新型コロナウイルスのパンデミック第3波がピークに達するということですね。うーんで、うん、11月以降はかすかな？回復の兆しがあるが、うん、来年5月以降には明らかな。回復が見られ、景気も好調になるということなんですよ。うーんどうですか？あの占星術もやられる招き猫さんの専門家のコメントとしては？うーん 先生術のそうですか、うん、私が素人の私に分かんないのはこの木星がヤギ座に徐々に接近し9月にはヤギ座に完全に移動するためっていうだから 9, あの9月から10月にかけて第3波がピークに達するって言うんですけどこれはこうそういう見方でいいものなんですかさあ先生術もさ、うん、見るる人によよんだよね それをどう解釈するかで、そうまあよくわからないってことですね。まあでも覚えておきましょう。うん、えっと、まあ第三波のピークが九月から十月にかけて、で十月十一月ぐらいからきあの回復していって、来年の五月にはか,かなり回復して景気が好調になるってことですね。うんうん、直感として当たってそうですか？うん、当たってそうでもない。マネキンさんから当たってるっか。うん。 うん,なんだろう落ち着くところは落ち着くんだけど、うん、その頃にピークを迎えてるところもあるっていう感じで、うん、どこの国を指して言ってるのかが分かんないし一応インドの人だからインドじゃないですかこれはい、じゃあインドはそうなのかもね、うん、そうですね、うん、じゃ次の情報いきたいと思います、うん、次もシャーリーさんでこれ1月以上前に来たメールですね4月22日来たメールですね、うん、ありがとうございますありがとうございますこれワクチンについてですね、うん あの一気にワクチン接種進む可能性がある日本人にイギリス人と同じことができると思いますか?」って言ってですね、うんえー、記事をなんかリンク貼ってくれて「うん、ワクチン接種進むイギリス注射ボランティア日本でも」と参加者って言ってですね、うん、あのこの記事の内容がですね、うん、ワクチンを打つ医師が不足しているので、うん、一般から注射を打つボランティアを参加させるっていうことらしいんですよ。うん、ね、うん、どうですかこの 一般のそこら辺の結構ほら看護婦さんだってさ注射下手だなこの人なんていう時あるじゃない、うん、それが一般からも注射打つボランティア募集って結構怖いですよね、うん、で、えー、ボランティアはこれはあのシャーリーさんのメールの続きですけれども「うん、ボランティアはイギリスでは無料の奉仕活動だけど日本はどうなるのかな?」「私は本能的に受け狙いしてしまいそうで失敗しそうだし」 失敗しちゃいけないと頭の中いっぱいになると緊張しすぎて普段の3倍ぐらい疲れてしまいそう、うん、多少失敗してもいいよってレベルだと最強のパフォーマンスを出せるんだけどっていうシャーリーさんのコメントでございますね、うんうん、でちょっとこれに関連するメールがこの次のシャーリーさんのメールで「うん、こんばんにゃ」「最近は武漢ウイルスが猛威を振るっているようでま,またその言い方を、うん、国内で」 六十三万人が感染して四十四十歳未満の人では三人も亡くなられたとか一人でも亡くなる人がいたら五輪開催すべきでないという西距離計算の基準で言うと三にしこりですね困ったもんだ <laughs> なんで単位にしちゃうんだ <laughs> す,、ね、すごいな無観客で行いテレビ観戦してくださいって話なのでテレビで観戦するのは危険という三段論法共産党系の人に踊らされているという人も多いと思いますけれども嫌なら見るなが基本だと思います 満員電車よりもあ全然安全だし、わらわら。ガースが超法規的措置を取ったら、医者の方が仕事取られると思って焦って、五輪に協力し始めてるみたいです。そうなの <laughs> そうなんですか。こんな時にお金の計算しかできない医師会ってどう思いますかそんなことはないでしょう、うん。参考にしないかもしれませんが、高橋陽一さんの動画を添付しておきます。高橋陽一さんのですね動画をですね。 っててくれだぞうんあの MMT の批判の動画でたまにあのシャイリーさん送ってきてくれて話題に出た人ですよ。そそうだ,そうだ、うん、まあ,あのわ私もね仕事柄お医者さんの見,見る機会多いですけど皆さん真面目でねそうこういう方は私の知ってる医者にはいないですけどね。うんうん、でね 超法規的措置っていうのは、うん、あの医師法で医師と看護師しかワクチンは打っちゃいけないっていう医療があるんですよ決められてるんですよ。うん、ところがあの四月末ぐらいから歯医者もいいって言っちゃったんですね。うん、だからこれはまあ医師法違反だけどまあその法律を変える暇がない多分時間がないっていうことだと思うんですけどまああの歯医者もいいっていうふうになっちゃったって。うん、で,でもさ、うん、歯医者さんダメだったらさ。うん 歯の治療の時、マツイ打ってんじゃん。ななあのワクチンはあの歯医者はダメなんだ。堅いこと言わなくたっていいじゃない、ね、うん、その辺。そう。だって打ってる経験があるんだから。そうですね。手加減ぐらいわかりそうなもんじゃない。うん、<laughs> まああの歯の歯茎に注射するのと肩とかに注射するのはまた違うのかもしれないですよね。だってさ、うん、なんか、うん、<laughs> やたらとさ、こうブッスっと刺してんじゃん。うん。 もうなんかダ,んダ,ダーツをさやるみたいにブスッとだからできそうじゃないでもあれだよね、うんうん、筋肉注射ってさ、うん、ちょっと神経に触ったりするとさううって感じになるからね、うん、そうですねでまあネットによるとあの薬剤師も打てるようになるようなこと検討中だとかああ練習してるみたいだよ、うん でそうするとなんかあの高橋祐一さんも動画の中で言ってたけど獣医もいいっていうことになっちゃいそうみたいなこと言ってましたけど私薬剤師よより獣医の方がいいと思うそうですよね薬剤師は薬処方するだけだけど獣医はちゃんと打ちますからねだって人間だと動物なんだからさそうですよだってゴリラとか見てるわけだから大丈夫だよだって一応獣医さんっていろんな動物見れるように教わるしそうですよねうん ででもあれなんでしょあの。人間の体よりも動物の体の方がシンプルだから難易度は低いんでしょ。そんなことないよケムクジャラなんだからさこの辺かなブスーンってやってんだから <laughs> そうなんですかそうだよなんか私の大学時代の,その寮のあれがアメリカの大学なんですけどアメリカ人が将来どういう方向に進もうか迷ってて。 そうだ獣医がいいって言って「獣医目指そうかな動物好きだし」って言い出して、うん、でその詳しい話聞いたら「人間よりも動物の体の方がシンプルだからハードルも低いし」って言ってましたよそんなことはないよねうんちょっと獣医にはなってほしくないですよね彼には、まあ、何やってるんですかねうんなんかぶん考えの甘い人だね <laughs> そうですよまあ18歳のガキですから、ね、えー でね、うん、高橋洋一さんの YouTube 僕見たんですけどこれ5月11日の、うん、これあのなんかその高橋洋一さんが言うには、うん、オリンピックの開催権がね、うん、あのー、開催権って国際オリンピック委員会、うん、IOC にあるんですよ。うん、で日本はただその会場を提供しているだけっていう立場だから、うん、日本が自分たちの都合でオリンピックを中心にした場合、うん、主催者側の IOC から数千億円という巨額の賠償金が請求されるんだそうなんですね。 うん、でもおかしいよねその仕組みだってさ、うん、こんだけやばいことになってて、うん、ちょっとやばいからやめたいんですけどっていう権利あると思わない、うん、それがねやっぱりねあのオリンピックって結構ねあのいろんな国がうちの国で開催してくださいっていうの結構多かったらしいんです昔は。うん、それで結構ねあのどん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 そのオリンピック主催が者側に有利な方に契約がね、うん、あの 偏っっちゃってたんですね、うん、でもおかしいよそれ、うん、だってさ、うん、国民の健康を損ねたまでやることじじゃゃないじゃんそうなんですけど契約書にね日本語もサインしちゃってるんですよそれででも関係ないよだってさ、うん、こういうのは有事の際っていうのに当たるわけでしょ、うん、そうですね <laughs> 何でもない時に勝て都合でっていうわけじゃないんだから、うん、こんな時にだよそうで,すねでね あのー、最近ひろゆきさんの YouTube よく見てるんですけど私別に好きなわけじゃないんだけど何、うん、かおすすめに出てきちゃうから見ちゃってるんですけど、うん、ひろゆきさんが言うにはね「うん、日本がオリンピック中止すると、うん、医薬品を,医薬金を払わなきゃいけない」っていう話は嘘なんですって。医薬品があるわけじゃなくってね、あのー、そうじゃなくて IOC や、ね、東京や日本やどれが中止を決定したかに関わらず、うん、オリンピックを中止になると。 IOC に発生する全ての損失は日本オリンピック委員会と東京都が補填しなきゃいけないっていう契約になってるんですって、うん、だから IOC ってほらオリンピックをあの要するに開催することになって、うん、世界中からそれのテレビ,のテレビとかそのメディアの放映権を世界中からもらって,もらってるんですってす、うん、でにそれをあのオリンピックが中止になったらそれを返さなきゃいけないってことになるんですって、うん、そしたらそれをなぜか東京都と日本のオリンピック委員会が 払わなきゃいけないんですって違約金じゃなくてそれなんだって話なんですよね、うん、まあ具体的に詳しく言うとなんかアメリカのさ、うん、テレビ局がさ、うん、すごいこと言ってきそうとか言ってんでしょ<う>何億とか言っちゃってそう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 、まあ、相当な数百数千億になるっちゃうですね、うん、そうは言ったってさこんな事態なんだから、うん、ちょっとそれ違うよねって、うん、例外あってもいいんじゃないと思うけどね、うん 分かんないけどさ、うん、アスリートのためでさ、うん、そのアスリートをね、うん、熱狂して応援する人たちのためにあるわけじゃん、うん、オリンピックってそもそも。うん、だからさ、うん、そこに勝機を見つけて、うん、こういろんなイベントとか便乗してやろうとかいう人たちがわら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 。うん でそこで金儲けしようっていう人たちまで出てきたりとか、うん、いろんなことになってくっついちゃってからおかしなことになってるけど、うん、そもそもはアスリートのための祭典で、うん、祭典ってからにはそれを見て熱狂するファンがいるみたいな、うんうん、その人たちのための大会だよね。そうですね,ねえなんかおかしいよね。うん そこでさ、人の出入りがあって、うん、ウイルス交換会とかになったら困っちゃうじゃんね。そうですよね。だから無観客でやればいいんじゃないですか。私さ、うん、せっかくさ、ネットがこんだけ発達してるんだからさ、うん、あの会場に大きなマイクみたいなのとかさ、うんうん、あスピーカーだ。会場にスピーカーとか設置して、うんうん 見てる人たちの,その応援の声がネットを通じて届くようにしたらさ、うん、無観客でも、うん、あこの向こうにテレビを見て応援してくれてる人たちがいるんだって思うじゃん。そうですよまああれですよあの、ま、満員電車よりはマシですからね要はその,その選手だけをやあの日本に呼んであの観客は無観客であれば満員電車よりはマシじゃないですか気を付けられるからピンポイントで。 そうは言ったってさ、うん、だから開催はして無観客でやればいいんじゃないかなと思いますけどねだって数千億円のさ予約品よりは、まあ、予約品というよりはペナルティ補填料金よりはその方がいいですよもうそうは言ったってさ、うん、練習とかだってままならないわけじゃんそうですよねだから今回のオリンピックはかなり日本人の選手に有利になりますよ限られちゃううよよねね、うん、そうですよ、ね うん、だあれですよけあの決,断決断が遅かったっていうところですよ問題は。今の決断っていったらもうそ,その決断しかないっていうこの決断せざるを得ない状況までさっさと決断しなかったらやっぱり日本が悪いわけですからね。分か,、ねうん、かんないけどさ、うん、いろんなイベントをさ自粛してくれとか言って、うんうん、映画館も。 うん、やんないでとか言って。うん、運動会も中止になったりして。うんうん、なんでオリンピックいいのっていう感じするじゃん。そうなんですオリンピック中止しろしろとかつってて。なんでそのオリンピックばっかり言ってね。野球だとかサッカーだとか他は言わないんだみたいなね。こと言われてる人いましたよね。うん、だってさ。うん、なんかいろんな。 いろんなさイベントは中心になって、うん、学校行事も中心になって、うん、お祭りだって中心になって、うん、でもやってるとこあありりまますすよよねねややっっててるるととここはあるけど、うん、でも結構いろんなとこ中心になってるじゃん、うん、なのになんでオリンピックはいいのっていうのがなんとなくあるでしょ、うん そういうのを耳にしてアスリートが気持ちよくプレーできるかっていうとんかさ体は鍛えててものすごいかもしんないけど心までしっかりさそんなさずぶとくさ、うん、鍛え抜かれてるとは思えないからさ、うん、そうだよだってスポーツに向かう時に弱気じゃいけないとか思うだろうけど、うん、そういう強さはあるかもしんないけど、うん、やっぱりなんかこう自分たちが。 一生懸命やろうとしてるこの大会を快く思ってない人たちがいるっていうのは気にはなると思うんだよね、うん、そういう状況でさやっていいのみたいな気もしちゃうしね、うん、なんかさ「うん、頑張ります」とか「応援してください」とかって大声で言えない感じっていうのがさ、うん、す, <laughs> すごく気の毒なんだけど。うううんそうです、ねうんそででですすねねこれ えとその同じメールに「うん、追進ガンジス川には死体がいっぱい」とかつってですね、うん、また記事でインドで、まあ、かなり深刻な状況になってるっていう記事なんですよこれインドのガンジス川に40体の遺体が漂着したおそらくコロナ感染者ではないかいえガンジス川に流してたりするんじゃなかったのそ、うん、そうそう,そうだからこ,れこういうのがね問題になってるいかにもコロナのいわゆるコロナ禍にっていうようなねニュースでこういうのが 扱われてるんだけどいやいやそれ普段でもインドってそういう国だからっていう批判があるんですよね。うん、ですよね <laughs>。だってさ、うん、ガンジス川のお水で口を濡らすとか、うん、ガンジス川に流すとか、うん、とにかくあそこはインドの人たちにとって、うん、そういう死生観の大事な場所なんだよね。 普通に死体が流れ着くとかってあるんだよねだ、うん、普段から,から、ね、そう。だからこれはさ煽りの記事なんじゃないかっていう話なんだけど一応その記事の内容ではね40体ものに体が漂着した100体あったという情報もとか書いてあるわけインドのローカルでは火葬用の木材不足葬儀にかかる費用の高騰火葬場不足などの理由で最後の手段として川に流したのではないかと推測されているとか言って ニュースで書いてあるわけまあ火葬場不足は、うん、もともと文化としてさ火葬するとかがなければ、うん、いきなり近代化するの大変だもんね。うん、でインドでは24万人がコロナで死亡専門家は実際の方はもっと,ともっといると言っているてそういうですねまあお医者さんに書かれない人もいるだろうからね、うん、そういうニュースですね。まああでももる,るかもね、うん、だってさ コロナと知らないで亡くなった人もいるだろうし、うん、コロナでも流しちゃって大丈夫とかって思っちゃうお国柄かもしれないし、そうですね。うん、で次のメールがですね、うん、ちょっとそれにまた関係するメールでシャーリーさんがこれ4月末に送ってくれたメールですね。うん、スピワーカー猫先生こんばんは。こんばんは。んんは先生はニュースを聞いてこれは嘘っぽいなって感じる瞬間はありますか？ 自分は霊感ないので誰が言っうるかも」っていう前置きを言ってですね「インドでは感染再拡大で大変なことになっているインド型の変異ウイルスに注意」というニュースが日本では流れていますが現地の人の複数の証言が本当ならばかなり悪質な嘘です。日本でも亡くなる人はほぼ全て高齢者で何か政治的な策略かもしれませんね」って言ってですね ツイッターへのリンクが4つ貼ってあるんですよ、うん、まず最初のツイッターの記事はですね、うん、これはインドの女性がね訴えてるなんか記事で「うん、なんかインドで医療崩壊して道端で人が死んでいるなどというのは全くのでっち上げだと」と誰もがピンピンしていると「道端で死んでいる」っていうのはただの昼寝だ昼寝だっていうんです。 メディアの情報操作を信じちゃいけないって言ってインドに実際にいる人がそれを訴えているっていうえでもさ、うん、今はどうだか知らないけど、うん、だいぶ前まではさ、うん、もう10年以上も前なのかな、うん、だいぶ前まではやたらと貧しい人たちが道端でお亡くなりになってたりっていうのが普通にインドではあるってそれの、ね、あのリプランがあってそのこの記事の。うん、いやインドでし死体はよく転がってるもんだから。 別にコロナ禍じゃななくてももみたいな人もい人るわけですよだって、うん、もう日本の戦後みたいな感じで残念ながら行き倒れのような感じになってる人たちもいるって。えっとねそれでそのリプランに、うん、なんかこの女性がねインドはそんなことないみたいなこと言ってるのを、うん、またそれを批判してる人がいてインドで医療用のね酸素が不足して。 自動車メーカーの鈴木はインドでの生産を一旦停止して工業用の酸素を医療用に回す措置が取られたとかあとインドでは一日3,000人近くが死んでおり実際に火葬される遺体も増えているとかあ,のあと日本よりもはるかに国土が広いインドの状況を偏りなく一言で表せると思っているならこの女性もメディアと同じ過ちを起こしているとかそういう結構批判のメールあの書き込みが結構多かった。う だからさ、要はそのあれだけ広い国であれだけ人口が多いから局所的にそういうようなところもあるってことなんじゃないですか。へ一旦そこの女性がいるところはかなり平和な地域だったのかもしれないですよね。わかんないけど、うん、インドって場所によって全く違うんでしょ。そうですよね。ものすごい人がわらわらいるところもあれば、うん、牛にしか出会わないみたいな。そうなんですよ。だから結構そのちゃんと結構か 大変な地域もあって、それをマスメディアが煽ってるのかもしれないですよね。うん、広い国ってこういうこと言うんだみたいにさ、地域によって全然違うのがインドだって聞いたことある。うん、前回ほら、あの前回じゃないや、ちょっと前に私がなんかユーチューブでイギリスに住んでいる人があの日本の取材を受けて、あのインドのあのイギリスのねコロナ対策は甘いと思いますかって聞かれて、いやそれはわかりませんって答えたら。 あの甘いってちょっと言ってくれませんかって聞かれたひどいよね <laughs> そういうはっきりとそのいや頼まれたっていうなんかさでそういうのをさ日本のマスコミは最低だっていうことを暴露しているのがさ YouTube にありましたけど要はそのショッキングな感じにすると視聴率があるからそういう方に持ってきたいんですよねわざわざ取材する人にちょっと言ってくれそういうふうに言ってくれませんかってあとあのイギリスのあのスーパーが もう買い占めで商品がなくなっちゃったんだけどこれは別にコロナ関係なくイギリス人は週末に向けてたくさん買い物をするから週末には必ずこういう状態になるんですって言ったらそれをちゃんと言ったのにテレビの放送を見たらあのコロナ禍で買いい占めが起こるとかってショッキングにそれを報じててたっていうだからなんかこう利害が一致しちゃってる要するにインドでもそういう地域があそういうなんかちょっと 大変なことになってる地域もあって、それを、あ、これは結構視聴率上がるネタだって言って。なんつうの、あり、あお、それを煽るような記事、記事にしちゃうっていう日本のメ,メディアが。うん、そういうさ、あの図式があるのかもしれないですよね。いや、ね、そうだと。嫌ですよね。うん、ちゃんとね、皆さんリテラシーを持ってですね。うん、いろんな可能性を考えてニュースを見ないといけないとですね。うん、<で>リテラシーってなんだっけ。えっと、あのメディアから。 それをこう受け取ってどのようにそこからちゃんと正しい情報を受け取るかこれは嘘だとかこれは正しいとかをちゃんと見分けて正しい情報をその抜き出して理解するそういう能力のことをあとはですね、まあとまあツイッターの記事4つあるんですけど2つ目がの記事がイン,ド人インドの人から「インドでは報道されているようにパニックになんてなってません。イン テレビに煽られて病院に殺到して医療崩壊みたいにはなりましたけど、元からたくさん死んでる国だから意外とみんな淡々しているみたいなことを言われたっていう書き込みがある。さっきの人と全然逆じゃんね。そうなんですよね。うん,ん？同じようなもんでしょうインドはだからそんなに大したことないっていう。え、だからインドでそんなに人死んでないっていうのと、あ,あ、もっとこっちからその特にこのコロナで。 増えたってことはないっていう意味なんじゃないですか。も元からたくさん死んでるっていう。だから元からたくさん死んでるんでしょ。うん、そうですね。あのそのコロナの前からね。うん。あと三つ目の記事が、うん、インドのコロナ感染者数や死死、うん、どうしました。うん。なんかマネの子さんが、うん、えーとインドのコロナ感染者数や死者数が多くなっているのは事実ですが。 人口がアメリカの4倍、日本の10倍、日本の報道はちょっとカタカと、病院などは大変な状況かと思いますが、市中に地獄が展開しているわけではありませんとかつってね言っんですね。あとあのシャーリーさんのコメントで煽っているやからはいつものメンツ朝日毎日東京日経ですとかつってでやっぱりねあの日本のこれニュースは、うん、酸素を残り2時間分譲って涙の根岸インド医療崩壊とかっていう見出して インドではとにかくコロナの1日の感染者数が35万人超え死者も過去最多の2800人4月初旬から約56倍の爆発的な増加累計の感染者数は約1万7700万人死者数も約20万人にっていうですねやっぱり煽り記事を日本のメディアはやっているという感じでございますね、まあ、そういうですね状況でございますねイン,ドインド情報でございました。うん あと今度ですね、うん、これはワクチンの話題ですね。うん、えっとこれシャーリーさんですね。これも4月末に来たメールですね。うん、中国製ワクチンを使うときには他社のワクチンと併用して使うと効き目が上がりますって中国発のニュースになりました。聞かないとなぜ言わないんでしょうね。笑っ。かっこ笑い。<笑>すごいね。<laughs> っていう記事がありすねこれ。そもそも他のワクチンが効いてれば、うん、中国併用する必要ないじゃん。<laughs> そういうことですよねこれね。 でなんかこれかかなんこれが中国製のワクチンがシノパックって言うんですか<ー>で他の国はファイザー製とかを使ってて<ー>感染者数が83%減97%減98%減なのにシノパックを使ってるチリは364%増になってるっていう<ー>すごい話ですねこういうの送ってくれました本当なんですよね。 じゃあさワクチンとか言いながらさウイ、うん、ルス植え付けて発病させるのか <laughs> そうかもしれないですねなんなんでしょうねこのグラフは怖いね冗談みたいですねこれねうん、うん、でまあえっ、ー、シャーリーさん続き読みます p c r 検査の検査員の話によりますと公共交通機関での感染が相当らしいですパニックになるからニュースにならないのでしょうか今日もましましの満員電車が走ってます 満員電車の通勤時間帯くらいはワクチンパスポートを使った方がいいと思うっていうご意見でございます。あ、ちなみにマネキンさんさっきのシャーリーさんのメールに書いてあった質問はに関してはどうですか？<何>えっともう一回言います。先生はニュースを聞いてこれ嘘っぽいなって感じる瞬間はありますか？私は自分は霊感がないので誰が言ってるかってところに重点を置いていますっていうんですけど、マネキンさんはこうニュースを見ててマネキンさん霊,霊感あるじゃないですか？ ね、うん、この人これは嘘だなとかあこれ本当だなみたいなそういうのってその場で発揮されているもんですか、うん？別にそんな時にね顔を働かせようなんてあんまり思わないけど、うん、でもなんか疑惑の人みたいな人がなんか言ってて、うんうん、あこいつ嘘ついてんなとかはわかるよ、うん、あなるほどね、うん、でも通常はやっぱりスイッチオフで見るから。 特にその発揮されてニュースを見るってわけではないって感じですかね多分スイッチオフにしてるとかそこまでそんなに意識してないけど、うん、でもそういう目で見ようみたいな感じのはないよね、うん、でもなんかさ多分他の人と同じぐらいな感じで、うん、なんかこいつ嘘言ってそうぐらいなのはあるよ、うん、でもみんなそうじゃないのまあねそうですよねうん、うん それって霊感とか関係ないよね。うん、まあね。なんとなくさ、むむ、うん、って感じあるよね。そうですね。うん、あ、おまめさんが書き込みで、こまはいつも土曜は親類の親戚のところに行くので、YouTube 更新楽しみに待ってます。括弧前回の分もですって。あの前回の分は、りがとうございます。前回の分はですね、あの今この瞬間に YouTube 上がってると思います。今ね、えっ、ー、と 7時40午後7時45分ですけどちょうど午後7時45分に更新されるようにタイマーセットしてやりましたんで、うん、あのちょうどシンクロですね今この瞬間に YouTube に上がってますので、えー、え見てください、はい、前回の分が今この瞬間に上がってますのではい、あはありがとうございます。 でですね、次はですね、ええと、コロナの話題はここら辺にしときまして。次に、にゃ太郎さんからのメール読みたいと思います。ありがとうございます。これね、にゃ太郎さん、去年の8月二日に来たメールですね。すごすぎ。すごすぎでございます。ええ、招き猫先生、龍剣様、こんにゃはは。こんにゃはは。いつも楽しい放送ありがとうございます。ありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。蝉の鳴く季節となりました。すいません。 <laughs> そんな大丈夫だよ<え>こっちもそろそろセミ鳴きそうですね何、はい、でセミの鳴き声「ジージー」や「ミンミン」と聞くと熱く感じるのでしょうかそりゃだって熱狂してるからだよ、うん、暑い季節に聞いているからセミの鳴き声イコール暑いという思考パターンになっているパブロフの犬みたいな感じかにゃそれもあるかもしんないけどさ、うん、やっぱりあれじゃないの、うん、恋人探しの熱いエネルギーを感じるんじゃないの、うん セミでも、日暮らしの、カナカナカナと聞こえると、なんだか夕暮れの寂しい感じがします。うん、先生、虫さんたちは、なんて言っているのか、聞いたことありますか。ね、アニマルコミュニケーターの、し、観点から、何かわかりますでしょうか。分からんあれですか、虫の、なき、よくさ、真似猫さん、猫とかは、こう言ってるとかって、わかるじゃないですか。うん、虫はどうなんですか、そういうのは。ほとんど。 虫さんは話してみたことないそうですか、うん、やっぱりあれなんですかね脳みそがやっぱり哺乳類よりはちっちゃいんですかねうん分かんないけどでも話せんのかな、うん、話したことないやそういえばこの間招きどこさんとあのタコのドキュメンタリー見ましたよねネットフリックスで。人間あのタコって犬とかと同じぐらいのなんか脳みそ知能レベルなんですってね。うん それで、なんか犬みたいに、あのー、懐くんですよね、人間に。うん、この間のドキュメンタリーによると。うん。だ、タコの言ってることもわかるかもしれないですよね。どうなんだろう、話す気があるかどうかじゃない。あ、タコか。うん。あ、猫、犬とか猫は話す気があるもんね。うん、うん、確かにね。野良猫なんかは、あんまり。話せない子もいるよ。うん、なるほど、なるほど。うん、そうですよね。うん、やっぱり向こうが、こう話す意思を伝える意思があるかないかで、やっぱ大きく違ってくると。 うん、いう感じなんですね。うん、続けます。話すってコミュニケーションだからね。うん、あ、ちんてつさん書き込みで、サッカーの勝敗当てるタコもいましたね。本当。そう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 。<laughs> <つ>当たるんだって。えー、えー、なんかニュースになってたよ。すごいですね、うん。検索したら出てくるんじゃない。えー、えー、で、続けます。うん、やっぱり求愛のアピールなのかにゃ。うん、俺はかっこいいぜとか。今度一緒においしいじゅ、樹液、水に行こうぜ。なんてさ、っていたりして。 でもセミの場合は雪釣りみたいいななもんだからう度はないね昆虫も不思議ですよね変態があったり、うん、飛行のメカニズム飛び抜けた身体能力スピードが速すぎるものそういえば昆虫も宇宙からやってきた生命体と言われたりしますね。うん 昆虫からいろんなメカニズムを研究するとすごい発見につながる気がします、うん、そういえば日本人は虫の出す音を声と表現しますね、うん、世界的に見ても珍しく多くの外国の人たちには虫の声は雑音として認識され日本人には言語として認識されるみたいです、うん、一説によるとこれには右脳を使うか左脳を使うかによって異なるそう、うん 右脳は感覚、感性や感覚を司り音として捉え左脳は言語や論理性を司り声として捉えるみたいです<ー>そしてどちらの脳で処理するかは母国語が関係するらしいです民族性よりも何を母語としてきたかが重要なよう、うんうん、日本語は母音で言葉を形成する部分が多く 虫の声や動物の声に近いといわれ言語能である左脳で虫の音を聞くため声として認識するみたいです。多言語は死因が重要であり母音は音楽能である右脳で聞くので虫の音は意味として捉えないため雑音として認識してしまうみたいです。また人は左耳から入った音の情報は右脳に行き耳右耳から入ると 左脳に行くという交差した連絡経路になっているようですう例えば電話の受話器や携帯電話またお隣で物音がしたときどちらの耳を壁に当てますでしょうか左耳で聞く人は右脳が発達している人直感力芸術的な感性があるイメージで覚えるひらめき発想が豊か全体を一気に見ることができる右耳で聞く人は左脳が発達している人 理論的に考え、分析が得意、記憶力が良い、言語能力が高いの傾向があるそうです。どっちできますか。先生。こっち俺も左耳ですね。こっちって言っても左耳ですね。って、うん、いうことはやっぱりあれですよ。右脳が発達してるんですよ、我々は。ええー、続けます。例えば、うん、素晴らしい音楽、音を楽しみたいときは左耳で聞く。右脳を使うといいみたい。お願いや仕事の商談事などは右耳に話しかけると良いみたいです。 右耳の方が。論理的にスピーディーにポジティブに受け取ってもらいやすく。右耳から頼み事をされる方が左耳からよりも。承諾される可能性が2倍高いという研究結果があるそうです。バームクーヘン食いたい。<laughs> <うだ S 2> バームクーヘン食いたい。あ、面白いですね。あ、でもこれ起動だね。うん。いやいや、今正面だ。ね。ちゃんと。で、回っていかないと。ダメじゃん。うん お願いいい事をしたたりすする場合は右耳に向けて話すといいみたいです。うん、で恋愛など相手の右側に座ると相手は右耳で聞く話を聞くことになり聞いたことは記憶に残るため印象が残りやすくなるそう<ー>また左側に座った時は相手は左耳で話を聞くことになり情報は右脳感情に響きやすくなるため相手をドキドキさせる効果があるそう。今私左側だよねねそうです、ね ドキドキしている、うん。いや、あの放送で緊張してドキドキしてますけどね。そうだよね。はいうん、男性が右女性が左にいるパターンは心理学的には心臓側、自分の左側にいる人は自分にとって信用できる人や、心からリラックスできる人だそうです。恋愛映画でも女性の右側に男性が立つことが多かったり、社交ダンスでも男性が右側に立ったりします。私、大体人といるときは右側に立ってるよ。 「女性の右耳から入った男性の声は情緒をつかさどる左脳に響き男性の左側から聞こえた女性の声は理性をつかさどる右脳に響き情緒豊かな女性には理,想的なあ理性的な男性の理想パターンのようです」ですつも 龍ケン様の左に先生が座っているような気がします。すげー。当たってますね。すげー。うん。何気にしている仕草から真相真理が見えてきて不思議ですね。うん。うまくシチュエーションによって使い分けると良さそうですね。うん。それではまたまたニヤタロウということですね。すごいねニヤタロウさん。私こういう話大好きですね。こういう心理学的なこういう話は。へー、うん。結構面白いですよね。うん。うん、そういえばさ。うん。 私スピリットさんからピロロローンって声が聞こえる時は大体、うん、いい左だよ左側ああのかなやっぱ右脳の方理論的なのよりはやっぱ直感とかね、うん、第三の目だってさ直感の方じゃないですか。関係あるのかなあるんじゃないですかやっぱり。 そうだだねね確かによそうですよ出会ったその場で電撃痕、うんうん、まあでも実際は車の座席にも影響されてる気がする右ハンドルと左ハンドル圏で立ち位置の分布調べてほしいなあこれそうですねこういうのを調べてみると面白いかもしれないですね。うんうん そそうかもそうかかもあ,あれですよ確かにねあの心理学で、うん、あの打ち合わせでさっきもビジネスの話ここにありましたけど、うん、あの自分の企画書かなんかを見せるときにあのその書類をねどっち側に置くかでやっぱり企画が通るか通らないかがあるっていうのとね、うん、聞き手は分かんないけどあとねあのこういうのを聞いたことありますよあの人によって見る位置が違うんですって。 例えばんか例えばなんか「好きな食べ物何?」って聞いて、うん、何かなってこう考えた時にどこを見るか例えば左を見て、えーとね、プリンとかっていう時に左側を見ているとこの人は好きなものを左上わか,、うん、かさすごいもう一番嫌いなもの何とかって言うとちょっと右下を見ながらそうねやっぱり排水溝に詰まった髪の毛かなとかっていうね そうすると「うん、あこの人は好きなものは左上で嫌いなものは右下に配置する人なんだ」って分かるでしょ、うん、そういうの,をその要するに打ち合わせかなんかするときに最初に雑談であのこの人は好きなものはどっちに位置するかっていう嫌いなものはどこに位置するかっていうのを調べたあとで書類をこのその人の好きな位置にこうやって出してちょっとこういう企画持ってきたんですけどっつってその人が好きなものを左側にっつった左側にこう書類を出すと。 その企画通りやすいみたいなうんでその企画自体がダメだった場合はだからあの初歩企画だ,った場合はだから通る可能性を50%から60%に上げるみたいなノウハウですかこれは。わ、うん、かります。うん 初期企画なのに <laughs> <う>いい企画に思えちゃって、ね、ゼロを1にする企画これはあのノウハウなんじゃなくて、うん、あのなんか企画を1ト、0 1 0 0 1ン0に上げるみたいなもんですから証明に出されたらしょぼい企画だって気が付けたのに <laughs> そっちに出されたばっかりに <laughs> あれなんかちょっといいかもって勘違いして進めちゃって大赤字みたいな <laughs> これはだから先生がよく言うさパワーストみたいなもんですよ ちょっと背中を押す、はあ、ちょっと流れをそっちの方に寄せる、はあね、だけど0は1に0が100にはならないんです、はあね、そういうことですから、はい、心理学ののののテククニッはその程度のものですよ、まあ、一生懸命企画を考えて最後のその「死通し」をこういうのテクニックを使ったりすると通りやすくなったりするとそういうことです。 何もさあ明日このテクニック使うからいい加減企画立てればいいやみたいなそういう人はダメなわけですよ。あれかデートの予定もないのに勝負下着着てっても全く意味ないけど予定がある時は勝負下着が後押しするみたいな感じわかんないいそうかもしれななよねるほどね。そんな感じでですねじゃあですね次のメールいっちゃいましょうか。これはですね シャーリーさんからのメールですね。これ全部前に来たメールで、去年の11月に来たメールですね。これはね、うん、イロハニホヘトの謎。空海が読んだと言われていますが、本当でしょうか。う歌には暗号が隠されていると言われていますが、偶然じゃないですか。実は空海は3人いたとか、そういう話ではないですか。空海は密教を身につけていたので、宙に浮くとかできたかも。 何か教科書にない発見、新発見がありましたら教えてください。生まれ変わっていますかと言ってですね。うん、まあ、なんか空海について聞きたいらしいんですけど。うん、まあ、これね、これはね、もう昔から高校生の時から私知ってましたけど、いろは歌を。七文字区切りでこうやってやると、うん、下の行を読むと解かなくて、しすっていうふうになるんですよね。<え>と、解かなくて、しす。いろはにほへとって七文字やって、うん、で、改行して、ちりぬのわっか,っか。うん で7文字ごとに改行していって、うん、で一番下の行を読むとね「解かなくて死数になるんですよつまりこれ「解がなくて数つまり、うん、あの無実の罪で殺された人の,あのメッセージがここに隠されているんだ」っていうこれ私の好きなあの伊沢本彦先生ちょっと後で私伊沢本彦さんの話題出すつもりに行ったんですけど伊沢本彦さんの,あのデビュー作の「サルマル原始光」っていう小説で。で いろは唄は実はあの空海じゃなくて柿本人まろが作った歌だっていう設定のは話なんですよそれ。で柿本人まろはあの無実の罪でねあの殺されてその怨念がいろは唄に込められてるっていう感じでまあそういうんですけれどもこれをねそこまでこの下の行を見ると研がなくて死すになるっていうのは知ってたんですけど。うん これね上上の行を読むと一チョラヤーエってなるんですって、うん、これは今回そのシャリーさんの上で初めて知ったんですけど一チらラヤーウェですって、うん、でこれがヘブライ語に直すと、うん、生贄神っていう意味なんですってイチョラが生贄でヤーウェが神なんですってイロハウタの一番上の行を見ると一チらラヤーウェ生贄神になるっていうことなんですよ、うんうん、どうなんでしょう先生 これは偶然でしょうかそれとも偶然じゃないの偶然だと思います <laughs>、うん、うん。ちなみに先生から見て、空海はどんな人だったんでしょう空海はね、堅物、うん、な感じする。堅物な人うん。あ<ー>だけど、朗らかで面白い人。堅物だけど朗らかで面白い人、うん、<laughs> いろんな面を持ってる人で、 自分がこれと思って信念を持ってるものに対してはものすごい堅物で、うん、もうなんつーのうの、ん、譲ることを知らないっていうか<ー>思い込んだらもうそ,そればっかりみたいなだけど<ー>そうではない時は、うん、ほがらかで面白い人たまにいるじゃない、うん、俳優さんとかでもさ、うん、こうやたら 芸に対しては厳しくて、うん、役作りとかものすごい入れ込んじゃってやるような人とかいるじゃん。うん、いますね、うん。あと職人さんとかでもさ、うん、自分の作った作品に絶対の自信を持って提供したいみたいな感じで、うん、すごく入れ込んでるような人、うん、そういう感じで自分がこう信念を持ったものに対しては、うん 堅物って感じ。あ、はあ、そうですか。うん。へ<ー>もうそれのためだったら、いろんなこと犠牲にできるぐらいの、うん、そのぐらいの感じ。うん。なんか空海って言うと、すごいなんかアイディアマンっていうイメージなんですよね。なんかいろいろ考えたんでしょ彼は。うん。いろんなアイデアを出して。うん。多分そういうのは、ほがらかで面白い面が出てるんじゃないの。うん、アイディアマンなところは。う,ん、うん。このいろは歌って。 空海が作ったっていうのはどうなんでしょう。それは違うような気がするよ、ね。違うでしょ。なんか全部違うと思います。なんかこう割と昔ってなんかもう立派なことはとりあえず空海がやったことにしちゃうみたいな傾向があったらしいんですよ。うん。なそれだっていう話を聞いて、まあ確かにそんな気がするなと思うんですよね。うん。うん。色羽唄って誰を作ったんですかね。どんな人が作ったのかとかわかります。本当ね。うん。 平安時代みたいな、うん、平安時代っていうのをテーマにイラスト描いてって頼むとこういう服を着た人みたいなのあるじゃん。うん、ありますね。なんていうのお公家様が着てるようなというか。うん、頭がこう高いやつですよねいやーそっちじゃなくて,なくて服の方が。あ服の方が。そういう感じの服を着てる人。うん ほうだから文学に長けたような、うん、お役人のような、うん、なんだろう教育する者みたいなうそういうタイプの人<う>だったと思うなうちょっとそれのイメージと空海ってちょっと違う気がするからそうすか別の人かなやっぱ平安時代とかでなんかこう歌を読んでるような人のすごい実力者がなんか作ったのかもしれないですね。<laughs> すごい実力者っていうのともうちょっと違うようなあそうですかうんなんかもう気楽にっていう感じあそうですか、うん、あちんててさんが「ひらがなだと女性かも」って書いてありますけどどうですか女性の可能性もありますか男の人の感じがするなぁ見た目はうん。 女性の気持ちになって歌を読むのが好きだったりとか、うん、ただその頃の歌っていうのが確立された和歌とか俳句とかあんな感じの確立されたものではなくて、うんうん、なんかもうちょっとゆるい感じだった気がする。和歌、うん、っていつできたんだ？和歌わかんないです。わかんないです。事故が起きました。それを事故っていうあたりがおっさんですね。あそうですか。うんなんかねまだその こういうのが単価ですとか、うん、こういうのが何々ですみたいなそういうのが確立する前の感じの。おお、じゃ結構古いんですね。うん。うん、古いんだと思う。なるほどね。ただそれを有名になって読んだ、うん、読んだというか教えた人が、うん、そ同じ時代かどうかはわからない。うん。うすか。うん。 ちなみにこの、それはさっきの暗号の話題なんですけど、うん、暗号これ偶然じゃないっておっしゃいましたけど、このさ、イチョラヤーウェとト一番下の行の解かなくてしずつこれ両方ともそうですかうん、たまたまじゃないのあ、ね、わが和ゴムさんがですね、生放送の書き込みで、キノツラユキですかですって。キノツラユキって誰あの、わあのあれですよ、そういうさ、なんだっけ、あれですよ、な,なんて言ったっけあれ。 男。もうさ男のうう。歴史記やめようよ。私があまりにも物知らないおバカなのがバレバレじゃん。えー、ほらどうです?。気の辛いきですか?。ああ、服装も近いね。こんな感じの服装ですか今ちょっとしょ肖像画を見てもらってますけど。肖像画なのかな、これ。服装近いけど。うん、この人ちょっと偉い人でしょう。ん、結構偉い人ですよ、この人。そこまで偉い感じじゃないのかな。いろは歌を作ったのは、そんな偉い人ではない。<く> 暗い暗いで言うとね。うん。の方なんですか。うん。なるほどね。ただ、優秀だから、いろんな人にお呼ばれはされたんじゃないのかな。ああ、なるほどね。うん、そういう感じですか。うん。うん、あの、暗いとかに、あまり、そんなにこだわらないで。うん。面白そうなものに関心がある人とか。うん。 すごそうな人に話を聞きたいとかっていうあまり身分を気にしない人たちからはいろいろ呼んでもらえたりしてたんじゃないのかな、うん、なるほどね、まあ、とにか名前は残ってないっていう感じですかねじゃあ。名前残ってないかもしれないね、うん、なるほどねわかりました、うん、ただそれがそ,、うん、その時は埋もれて、うん、誰かがそ後から引用して有名にしたって可能性もあるから、うん そう,かうんいやいやいやちょっと面白いですねただこのちょっと今の時代で言うと教師みたいな感じのことをしてたりしたんかな、うん、うん、おかんちゃんが土佐日記ですってああ「土佐日記」うん、なんか読んだような気がする昔、うん、覚えてないけど、うんまあ、小学校中学校とかの時ねやりますよねうん まあそんな感じでで、ね、もうでんか,か,んかんちさん来た時々あっ頭いい人だって思って <laughs> そうですね <laughs> こんな感じでですね、うん、あのー、歴史シリーズなんですけどちょっと話変わりますけど、うんあのー、今度歴史シリーズで久しぶりにあのぜ続きやろうかと思うんですよ。うん、あの前に、あのー、伊沢本彦さんさっき話題に出たの「逆説の日本史」に書いてあることは、うん、あのー、まあ 逆説日本史ってどういう本かっていうと、うん、あの推理小説家の歴史に詳しい推理小説家の伊沢本彦さんが、うん、その推理力を駆使して、うん、日本の歴史を読み解く、うん、で今一般の学会で言われていることの間違いを正していくっていう、うん、そういう本なんですよ。うん、で古代日本史から始まって、うん、もうあの戦後まで、うん、ずっと13巻ぐらいあるんですね。戦後は何か、うん、幕末まで うん、で最近はねあの逆説のの世界史っっていうのも始まったんですよ、うん、すごいでしょ、うん、それでそれをね一貫からずっと検証していこうみたいな話をしててでまずえ私がここで、うん、それで邪馬台国と、うん、それから大国主の味方をやったんですよね確か結構前ですよねあれやったのねいつでしたっけ邪馬台国やったの邪馬台国やったの7年前ですよすごいねすごいですよね えーとね、2013年6月という4月、すごいね。大、うん、国主の見ことか2013年4月にやって、うん、で姫君と山大国っていうのを2013年6月にやったんですよ。すごい。それでこの時直後に、うん、じゃあ次は神宮皇后をやろうって言ってたんですよね。うん、でなんとこのですね、うん、8年の月日が経ちましてですね、うん、そろそろやろうかと思うんで。うん うん、えと今度、まあ、準備ができ次第神宮皇后について歴史シリーズ新,新作歴史シリーズやろうかと思うんでえー、頑張ってね <laughs>、まあ、くさ一緒に頑張りましょうよえー、いやいやいや私はいいよそうですか、うん、なんで私が解説して万引田さんに分かる範囲でわかる範囲で無理せずちょろっとコメントしてくださればカン、うんうん、ちゃんが「邪馬台国は自分が初めて聞いたニャハハで思い出深いです」 へ自分は日本史でも特に山大,大国の謎が好きなので興味深いです。ってって。へー、その時代にいた人だもんね。ねあカンちゃん。うん、あすごいですね。うん、へー前世で。前世なんじゃないか。そ,りゃそうですね。そっから今まで生きてたとかって。すごい長い生き怖いよね。<laughs> そうですね。あそういうことで、あの神宮皇后について何か質問がある方はあの募集しておりますんで。うん。はい、あ。 んちゃんさんはねその時代、うん、同じような時代に生きてたけど邪馬台国に憧れてた噂を聞いて憧れてた人だったみたいだよね。でも同じような時代に生きてたことある人だと思う。うん、へでも邪馬台国は熊ソかなんかに滅ぼされたんでしょうどうなんでしょうね分かんないけど。まあ,あの結構ね神宮皇后私はねすごく最近興味があって。 かんちゃんが書き込みでえ本当に本当なんですか山大国の時代の人間だったマジですかえー、すごい感激してますよ本当かどうか確かめようがないけど、うん、でもその時代のことって興味あるでしょ、うん、山大国に限らず、うん、まあだけどマネ、まあのニャハハカフェという番組は導かれてこれを聞くっていうことあるって聞きます言いますもんね私がね勝手に言ったけどねだから、うん、あのカンちゃんが、うん、あのこのニャハハカフェのなんか初めて 邪馬台国のエピソードで。この番組に出会ったっていうのもやっぱり。あるかもしれないですよね。うん。なんか導かれて聞いたかもしれないですね。うん。ま本名わかんないしね。うん。そうですね。ただなんとなく、こう。そう。さっき、頭のいい人だ、これで助けてもらえるって思った時に。ちょっとだけ。あれって思ったんだよね。ああ、そうですか。なるほどね。うん。 まあ確かめそうそうだから多分その時代の服とかアクセサリーみたいな感じのとかそういう雰囲気のちょっと心が引かれるとかあるんじゃないのかな。うん、そうですよね、うん、あの世界観とかねその時代を描いたなんか物語とか漫画とか。うんうんうん まあその時代っていうと邪馬台国になっちゃうのかもしれないけどうんカンちゃんが頭はよくないです猫先生が霊視で推察した邪馬台国や卑弥呼のこと納得できることがたくさんあって面白いですですってへえ<ー>、うんまあ、結構ねあの一番再生回数多いエピソードの一つですからねこの番組でそうなんだ、うん、すごいなでも8年もご無沙汰してる、うん、そうなんですよすごいですねうん いやいやいやちょっとね神宮皇后だけはやりたかったんですよねえじゃそれだけでいいのいその後は奈良の大仏とか行きますよだけじゃないじゃん違うあ,あ何それとその小学生のさ一生のお願いみたいな感じいやいやいやあとさ聖徳太子もやりたいんですよね<ー>聖徳太子も興味尽きない人ですよね本当は何人いるとかいう話あ分かんないけど聖徳太子神宮皇后とその後聖徳太子でその後ねやっぱりねあのー、あれ これやっぱり小学生の一生のお願いじゃんそうあのね天智天皇と天武天皇中の大江の王子やりたいですよ中富の鎌足い、はあ、それでも何よ、ね、私がものすごいなんかああもうこいつバカなんだみたいなのがいやマネギのことだから,だから能力でさで物知らなすぎみたいな能力でバレバレいいじゃないですか能力でもうなんかでもさあまりにも教養のなさがバレバレなのもちょっとさ恥ずかしいじゃんうん と、かんちゃんが歴史シリーズで、龍拳さんの下調べの質量もすごい楽しみにしてますですって。いや、昔ほどはね、あんまり、下調べじゃないと思いますけど、頑張りたいと思います。すごいのは、ね、ウィキペディアだよね。そうだ、ウィキペディアと、あと伊沢元彦ですから。ウィキペディアには、すごい助けられて、ね、あの頃ね、うん。あと、こん、今回のシリーズは、伊沢元彦先生ですから。ええ、ちゃん、何その人の本の書かれてることが、本当かどうかっていう。 そうなのかどうかってそううう。そそそんな感じですねそろそろ猫の耳のコーナーということでですね猫の耳のコーナーでは招き猫さんに皆さんの方から何か教えてしまおうというコーナーがございます教えてください招き猫さんが知りたいのはですね食べ物情報おすすめのおやつそれからスピリチュアル系の集まりに今まで参加したことある方レポートお願いします知りたいそうです私も知りたいこれは とふわふわの蒸しパン情報、うん、ね。最近もちもちが多いとお嘆きの招き、猫さんにふわふわの蒸しパン教えてあげてください。うん、それから、ま、お豆の美味しい食べ方、うん、招き猫さんはお豆が嫌いです。お豆の美味しい食べ方を教えてください。うん、あとはまあ雑学ということで嫌いってほど嫌いじゃないんだ、ね。んあ、そうですか。ま、うん、<laughs> あとは雑学情報えねえねえ。知ってる。何々っていう形式で、うん、雑学情報を教えてください。うん 方言は？あ、そうそうそう。後世に残したい方言、これも教えてください。これも私興味ありますね。はい。あとそろそろ季節だからさ、暑さ対策も知りたい。暑さ対策、ちょっと書いておきますよ。あと今年も水害が多そうだから、こう避難とか備蓄とか、雨すごすぎて買い物行けない時とかに備蓄とかあるでしょ。必要でしょ。 そういうのの知恵。災害対策ですか。なんか増えてきますね。なんか、これさ、ね、常にさ、何個までっていうふうにしときましょうよ、なんか。災害対策ね。私こんなことしてます。なるほどね。それ災害対策の漫画最近面白いの読んでますよ。なんだっけ、プレッパ。氷川秀樹のプレッパって漫画最近読んでますね。備えようって防災。素晴らしいね。 防災のお話の逆漫画でございますね。うんはい、最近ね、もう氷川きるさんだけでいいやこの世の漫画とか持ってるぐらい氷川氷きる先生の漫画は何でも買ってるっていう。ダメじゃない？な私にとって好きな漫画家いるもん。そうなんですけどね。うん、えっとあ、書き込みでですね。うん、えっとシャーリーさんが前回の今聞いてたところもうエンディングですからですって。そうなんですよね。このあなんか今日ね七時に、うん、あのあのこの 収録しようなんて話してたときに、あ、なんか前回のアップデートの時間と重なるななんて思っていたんですよね。うん、あのね、YouTube はね、時間設定できるんですよ。いつあ、いつ更新されるかっていう。うん、だからね、あの、そうこういうことはあるんですだからね、うんうん。あれなんですよ。あの夜のね、七時とか八時ぐらいの時間帯が一番いいんですよね。ええ、YouTube のアップデートって。 ーなんかねあの YouTube って動画をアップするでしょ、うん、そしたらアップし,アップしたそのなるべくあんまり時間が経たないうちにアクセスがいこうたくさん集まると、うん、あの初動がいいっていうことで評価が高まって、うん、おすすすすめに乗りやすくなるんですよ、うん、だからこう初動効果を狙って7時から8時の間にアップデートされるように設定してたんだけど、うん、でも普段からニハハ聞いてる人たちは。 この生放送聞いてくれるわけじゃないですか。か自分で自分妨害してたら世話ないですよね。そうだね。ねえ、だよく考えたら何をやってんだってことを私はやってやってたことになるというね。そうだね。そうなんですよ。よく考えたらね、今生放送してたらね、もう自分で初動効果を下げているという。裏番組だからじゃない,ゃない、ね、そうですよ。両、A、面ってことで。両、A、面ってことで。<laughs> まあでもね、初動効果まだあのあれですから皆さんぜひこの。 生放送聞き終わったら早速聞いていただければと。ということで「えー、あかんちゃんが、えー、最近カントリーマームのチョコまみれというチョコを全体にコーティングしたお菓子にハマってます」ですってお<ー>おー私ねチョココーティングのもの大好きなんだよねうんチョコが最近とぶれなくなくっっちゃったんだよね。チョコ 純チョコレートっていうのはちょっと大丈夫っぽいんだけどチョコレートって書いてあるとちょっとカフェインが入ってるでしょ。純チョコレートの方がカフェイン多そうなな気がしますねいですかえばチョコって言えばチョコレートのさカカオ70%とかさ80%とかあるじゃないああいうのって俺苦くて好きじゃなかったんですけど最近うまいの発見したんですよね。なんだっけブラックサンダーかなんかのさカカオ70%のやつ。 あれうまいですよ、なかなか。え、ブラックサンダーっていろいろ混ざってんじゃないの。わかんないけどね、あの、あカカオ七十パーセントなのに、あ、これなら食えると思って。へえ<ー>。あの、うん、シャーリーさん書き込みで、スピ系集まり、伊藤美美香さんの講演を聞きに行ったことある。へえ<ー>。幽霊の話盛りだくさんで、ですって。へえ。怖くないの、幽霊の話。うん。あとスピワーカー、ふにゃにゃ猫カフェですって。な,、えー、なるほどね。 こんな感じでですね。うん、え幽霊の話って怖くないの？どうなんですかね。私はあんまり怖くないですけど。そうなの？うん、えじゃあなんでさ、うん、私がちょっとどっか見たぐらいでさ何何とか言ってビビってんの？いやいやこのさすがにこの部屋にいるだとちょっと気持ち悪いですよね。えだって普通にいるじゃん。いやいやいやそうですか？うん、うん。あワゴムさんが書き込めで何がいるんですか？ですって。で幽霊ですよね。 何がいるんですか。うちはね、うん、前に帰ってたクロちゃんが来て、うわクロちゃんだと思うと月明日だったりする。うんうん、この間<え>ほら<う>来ててさ、ね、クロちゃんいるよって言って。うん、この番組でもクロちゃんの声結構参加出演されてまして、ね、しましたよね。あ、そう。じゃないですか。だってほらよくこの番組が、うん、収録中になんか近くでニヤーとかつってさ音声入ってんじゃないですか。 ああそうなのか、うん、なんかそこだけ聞きたいなクルちゃんクル、ね、ちゃんどうしてるんだろう、うん、あとはなんかちょっと獣チックな感じのものがたまに紛れてたりとか、うんうん、あと人っぽいのが時々いるけど、うんうん、なんか黒い人、うん、影っぽい感じなんだけど、うん、でもあれって思うと。うん うが気づかれたみたいな感じで、どっか行っちゃう。あ、そうですか。なんか迷い込んでんのかね。なんかね、あの前はうちの近くのところに、冷凍かなと思うのがあって。困ったなとか思ったんだけど、住んでるうちに、その方がどい、どいたのよ。あ、そうですか。そう、だから。招き猫パワーで。いや、分かんないけど。どいて、そのどい、どいたのを知らず。 ドッってことはさ変な風に曲がるわけじゃん、うん、だからあれなのかな、うん、紛れちょっとはみ出てきちゃうのかな、うんまあ、そんな感じでちょっとそろそろメール読んでもよろしいですかねメールを読むのうん猫、ね、の耳のコーナーですからシャーリーさんからのメールですねこれそうかメールが来てないから引っ張ってのかと思ってた違います <laughs> 何言ってるんですか <laughs> えとこれねえー、ねえね耳鳴りがしたからもしかしてどっかで地震がうわ怖いですねねえねえ知ってる ベイカーミラーピンク知ってます。うん、あのピンク色の種類なんですけど、うん、え、龍剣さん、猫先生はピンクのもの何か身につけてますか？ピンクの石でおすすめの石ありますか？ピンクは好きですか？ピンクと言って真っ先に思い。浮かぶものは何ですか？林やペーパーああ、そうか。僕はキューティーハニーですかね。ちなみに野村監督の勝負パンツはピンクで連勝するとずっと履き替えなかったという話です。履き替えようよ。うん ということでまあなんかリンクを貼ってくれたんですけど、うん、なんかベイカーミラーピンクっていうねピンク色があるらしいんですよ。今ピンクの T シャツ着てる。あそうですか。本当だ。マネニングさん今ピンクのシャツ着てますね。えっ、ー、とねベイカーミランピンクっていうのはね R G B で言うと R 二百五十五 G 百四十五 B 百七十五のピンクだそうですね。このピンクだそうですね。今ちょっと画像を貼りましたけども。大ベミニみたいでね。えそうですね。 これは、ね、ベイカーとミラーは人物の名前なんですって<ー>アメリカ海軍の矯正施設の所長さんの名前だそうです<ー>で生物社会学研究所所,所長のアレキサンダー・シャウスが1979年にピンクが鎮静効果があることを発表、うんうん、ピンクを適切に使用すれば10分から15分ほどで敵対,敵対的あるいは興奮した態度が緩和されるということを発表したそうです、うんうん で彼はベイカーとミラーが所長を務めていた強制施設の独房の壁をピンクに塗りその中に囚人を入れたんですって、うん、そうすると10分から15分で囚人の攻撃性が弱まり独房を出た後も効果が30分ほど持続したと。うん、でこのシャウス博士は2人に敬意を表してこのピンクにベイカー・ミラーピンクと名付けたということですね。た、うん、ただこのピンクは少女的女性的的性なイメージを抱く人もいるため 囚人の中には侮辱的だとと逆に怒り出す人もいたってことですね、うん、でまあピンクなら何でもいいんでピンクにそういう鎮静効果があるっていう風にこのシャウスだからねこれシャウスっていう方が、うん、あれからシャウスピンクとも言うんですってでこのまあ、ま、ピンクなら何でもいいんだけどそれを提案したベイカーとミラーさんがあの壁をピンクに塗った時の色がこれだからベイカーミラーピンクっていうんですけどまあピンクなら多分何でもいいんじゃないですかね。で<も>うん 個人的に、うん、この色壁に塗られたら落ち着かない。<laughs> そうですか。うん。うん。もと薄い色だったらいいけど、うん、この色なんか落ち着かない。そうですか。でね、うん、ちょうど私最近ね、うん、ピンクのワイシャツ買ったばかりなんですよ。うん、それがね、多分このベーカミラピンクに近いんじゃないかという気がするんですけどね。え、買ったの？うん。ちょっと待って。 一応これベイカーミラーピンクに近くないですか今マネリナコさんに見てもらってますけど近くないそう、うん、なんかこのメール見てあシンクロしたとかって思ったんですね近くないあそうですかあなんか男の人って色の識別が女の人ほどできないっていうよねそうですか、うん、まあでもねまあいい,い,い,んじないで感じでしょそうですけどね、うん、まあだから えー、怒ってる人なんかにはね、あのー、さりげなくピンクが目に入える。っ、あ、て、のー、侮辱だと思って余計怒らせる。ってことでねそんな感じでですねそれでさっきのほら歴史シリーズなんですけども、うん、あ,のあともう一つ歴史シリーズで出しをやろううかと思うんですよカットした部分をオクラ出して出すっていう。 今までほら三国志だとかさ戦国時代とかやったじゃないですかその時にあの放送した時にカットした部分をちょっとオクラだしみたいな感じであの今度アップしようかなと思ってますんでえー、その80%がいるのはあーとかうーとかええー、とか違いますよ <laughs> <laughs> あの時って割とほら今はもう結構さ放送時間も2時間でも3時間でももう上げちゃってるじゃないですか。 あの頃はもう何とかして1時間に減らそうと思ってすごい必死になってカットしたんですよね、うん、だからあのー、でその時の音声って全部撮ってやるんですよ、うんうん、だからまあそのカットした部分をあげようかなとすごいね撮影の仕事で撮った時のやつなんか捨てちゃってるのにねああのね歴史シリーズとゲストの回だけは撮ってるんですよあとはみんな捨てますへえ<ー>、うん「書き込みでカンちゃんが長い放送好きですよ」 ひろゆきさんの youtube みたいに聞き応えありますですひろゆきさんの youtube って長いんだ長いんですかなんかねひろゆきさんの長い放送を聞く気にならないんですけど最近ね切り抜きが結構すごいたくさん上がってるんですよ<ー>切り抜きっていうのが流行ってるんです今ね何それあのね長い放送をやってる人の、うん、なんかの一部分を抜き出して動画にするっていう切り抜きっていうのが流行ってるんですよ だからユーチューあの、ニャハハカフェなんかも、そのうちやっといいかもしれないですよね。ニャハハカフェ切り抜きとかつって、一部分切りこう抜きして。ここに母のとこだけ?。そう、分かっ違いますって。<laughs> まとまった何か一つのことを言ってるところとかね。大体のってファンがやってるんですよ。お、シャーリーさんが切り抜いてフェイスブックに上げてます。バイデンさんの前世の話ですって。えー、シャーリーさん切り抜きやってくれてるんだ。へえ<ー>。すごい。なんと。ニャハハカフェすでに切り抜きがあるという。 へえ、なんかいきなりプレッシャーが。いやー、これは。さすが、ね。さすがシャーリーさん。まともなこと言ったっけ。うん。え、ちょっと後で見てみよう。あとシャーリーさんが見れるけど、探すの大変だと思います。いろいろな人の切り抜きしてからですって。あ、切り抜きしてるから。はあ、そうなんですね。はあ。えー、いろいろやってるんですね。すごいね、まめなんだね。うん。そんな感じでですね。えー、よろしいですかね、今日は。 うん、なんかさいつも思うんだけど、うん、そんな感じでそんな感じでどんな感じだよってさ <laughs> <から S 1> いつもさうツッコミ入れたくなってさうずうずしてくるんだよね。というわけでそれもさどういうわけだよとかってだからもうこれまで1時間38分今話してましたけれども、うん、そ,のそれらを全部を受けて、うん、というわけで、うん、今日の放送はこのぐらいにしていきたいと思いますと。 今までこの1時間38分話してきましたその内容を皆さん聞いていただいたところですけれども、うん、そういうをまあ踏まえて、うん、そろそろ終わりにしたいと思いますということですね。まあ、そういうことでですねそういえばピンクのおすすめの石とかって言われてなかったんですか何がいいいとかかわないけど石って、うん 自分で見て落ち着くかどうかってとこが一番大事だと思うからあそうですすよねね相性があるって言いますから、ねうん、この石おすすめっていうのを、うん、よくみんなできるなって確かにねなんかほら石屋さんみたいなのあるじゃん、うん、パワーストーン屋さん、うん、ああいうのがさ、うん、いろいろこう書いてるでしょこういう石って、うん、だけど、うん、実際にうちに来た子たちは違うんだよね <laughs>、うん 全く違う個性を持ってたりするから、ねえー、最初のうちはそういうのちょっと気にして「へえそう言われてるんだ」と思って、えー、まだ学生の頃のだいぶ若い時の話、えー、もううん十年前みたいな話、えー、なんだけど、えー、そんなにパワーストーン屋さんとかあちこちにない頃の話なんだけど、えーえー、最初はそうやって「えー、へえそんな風に言われてるんだ」と思って、えー、でほら 天気予報とかああいうのって統計でしょ、うん、そういう風に石も今までそういうことが重なってきたから、うん、あの石はそうって言われてるんだと思ってて、うん、なるほどなるほどと思って買ったの。うん、で持って帰ってみると、うん、あれなんか違うぞみたいな、うん、それが何回かあって、うん、あ,あなんか違うのかもって思い始めて、うん、だからああ石,石が欲しいと思っても。うん そ,その説明書きみたいな、うん、ああいうのは、うん、ちょっとは気にしてもいいのかもしんないとは思うけど、うん、当てにはならないんだなって思って、うん、どちらかというと、うん、緑の石に惹かれるとか、うん、青い石がいいと思うとかそういう色のなんか、うん、だから真理と色の関係みたいの言われてるでしょ。うん、そういうい感じの方が、うん あるのかなーって、うん、だから石の石そのものというよりも、うん、色、うん、で石の質感とさ、うん、色の組み合わせってあるでしょ、うん、例えばさ茶色い小物は好きだけど、うん、色で茶色が好きなわけじゃないみたいなとこあるじゃん。あ靴も小物も茶色で結構揃えちゃったり服も茶色着ちゃうけど。<laughs> うん 服とかだと靴とかだと可愛く見えるけど別に茶色が好きなわけじゃないみたいな好きな色は別な色みたいなのあるじゃんでもその茶色を選ぶっていうのにはちゃんと意味があって安定してるんだけどもでも硬すぎないちょっとやんわりと安定する感じっていう感じするじゃん茶色って。そそういうい感じがのの人の 例えば靴とか、うん、服とか小物とか、うん、日用雑貨とかで選んだとしたら、うん、自分の置かれる環境はそういうところがいいって望んでるとかそういうふうに、うんうん、なるでしょ、うん、だからそんな感じで石を選ぶ時も、うん、自分はなんでこの石に惹かれてるんだろうってところが大事で、うん、先に石の意味から入るっていうのは 一つのきっかかけでしかない感じ、うん、なるほどね、うん、そうですね、うんそう。だから石を選ぶ時は、うん、まずふらっと行ってみようと思うことがご縁の始まりだからさふらっと行ってみて、うん、でどんな石があるのかなーってなんとなく見て回るのもいいし、うん、なんとなく勘が働く人の場合は、うん、あっちの方にいいのがありそうみたいな感じでな,なんとなくね そっちに足が向くのよ、うん、頭の中でいいのがありそうとか思う感じではなくて、うん、自然とそっちに歩いてる感じ、うん、でたまたま目に止まった石とかそんな感じで、うん、そういう風うに石とのご縁ってあるから、うん、石との出会いも、まあ、人との出会いと同じですねそういう風うにいくとねそうなんだよね、うん、だからさたまたま行ったどっかで結婚相手に 出会っちゃうとかってあるじゃんそうですね,ね。たまたまさ困ってる人たちがいっぱいいるからっつって、うん、なんかお役に立てればと思って行ったボランティア先で、うん、彼氏が見つかるとか、うん、ちょっといつもと違うことをした時とかってなんかあるでしょ、うんうん、そんな感じで石もね、うん、ふらふらっと、うん、なんか今日気持ちいいし今日みたいな日に探したらいいの見つかるかもみたいなつもりで ふらふらーと行く感じで行って、うん、でなんとなく足が向くままに歩いてって、うん、ふと目に留まった石っていうのが、うん、意外とそれがね一番ご縁のある石だったりするんだだよね、うん、だからピンクの石でおすすめとか言われても、うん、その本人と一緒に、うん、なんかピンクのもの身につけたいんだパワーストーンいいかなとか言って、うん、一緒に行けばこれどうとか言えるんだけど。うん <laughs> こう言われてる石ですよって言われて、うん、買った買ったけどそうじゃなかったってことばかりが私にはあったから、うん、ちょっともしかしたらみんなもそうかなと、うん、シャーリーさんが緑がかった青が好きです今つけてるブレスレットもそういうようですじゃああれだ、うん、シャーリーさんはすごい田舎と都会と両方を楽しみたい人なんだね、うん、そうなんですか、うん、えこの色が好きでわかるって少しだ いやなんとなくそう思ったの。チャイリさんは田舎暮らしが続いてもダメだし、都会暮らしが続いてもダメな、両方なくちゃダメな人なんだね。なるほどね。私は最近オレンジが好きですね。ええ、楽しいことしたいんだ。あ、そうですね。明るくて楽しいことしたい。それで気持ちが上がることしたい。あ、そうですね。モチベーション上げることにちょっと必死かもね。そうですね。なんかモチベーションが上がらずに。うん なんとかそのパワーをもらいたい時とかってオレンジ欲しくなるよね。うん、なるほどね。色が、うん。シャーリーさんが埼玉に近いけど都内です,ですって。うん。埼玉だとちょうどいいかもね。そうですか。じゃない？うん。まあね。ちょっと行けば自然がいっぱいなところあるし、ちょっと行けば都心の方にも出やすいし。うん、そうですよね。ちょうどいいね。私はあんまり埼玉住むのはよくないみたいなことを言ってましたよね、前。前に なんでだろうなんか引っ込んじゃうからってなんかこういろんなことに参加したりいろんなことをアクティブにやったりするあれがなんかちょっと引っ込みがちになるみたいなそんなこと言ってましたよああ<ー><か>そうかもそうかも、うん、昔の私ちゃんと言ってるんだねう,うんそうですねそうかもそうかも,もう東上千円戦ですってシャーリーさんへえじゃあ便,便利だよね私も東上千円戦でしたよ昔下板橋住んでましたよへ<ー>、うん、あめっちゃ近所かもですっ、ね、てシャーリーさんそうなんだ昔ですけどね もう、いつぐらいだろう、二十年以上前ですよね。ええ<ー>。うん、私ずっと大田区内だよ。そうですか。うん、うん。まあ、そんな感じで、そろそろ先生。うん。はい。いいよ。そういうわけでですね、皆さん、最後まで聞いてください。そうだ。なんでしょう。私ね、押して言っとかないと。なんでしょう。九尾狐やっつけようなんて思わないでくださいね、<あ>シャーリーさん。シャーリーさん、そこ、気をつけてくださいね。はい。あと、まあ、ユーチューブでご覧の方は、高評価ボタン。 チャンネル登録していただけきま、はい、す。<laughs> そこごり押ごり押っていうんじゃなくて、最初と最後に言うのはこれ常識なんですよ。<laughs> ユーチューバーの。みんなやってることですから。<laughs> ユーチューバー。そしたらね、ユーチューバーはみんなごり押やろうってことになっちゃうじゃないですか。<laughs> ユーチューバー気取り。え、ユーチューバーじゃないんですか。まあ、でも、確かにね、いまだになんかポッドキャストで聞いてる人の方が多い気がしますね。うん、なんか、回転数見ると。うん、だって、私、ラジオやってる感覚でいるもん。うん 一応ラジオですからね。うん、まあね。うん、う <laughs> シャーリーさんがわらわら頑張って倒します,ですって <laughs>。怖い。まあそういうことでですね。皆さん聞いてくださってありがとうございました。お相手はリュウケンとマネキン猫でした。それでは皆さんまた次回この宇宙のどこかでお会いいたしましょう。またまた。またまた。